はい、お知らせ動画です。っていうのも、自分は昨日から幸福と科学という、宗教に入りました。っていうのも、今日ですね、今日じゃない、昨日ですね、こういった本見つけたんですよ。熱血、火のごとくあれ、勇気の方というこの幸福と科学の本なんですけど、大川隆法師の、制作の本で、なんか監修か。全体的に監修している本で、これは、近未来予言である。こういうのを 見てしまったんで、自分も入ってみようかなと思ったんで、入らせてもらいました。はい。入らせてもらいました。はい。っていうのは、嘘で、この本はですね、成人式の、市町村、各市町村で、ホールとかでやると思うんですよ。体育館とか。その広場で。それで、終わった後に、天理教授に、間違えた。なんか間違えたよね。幸福と科学の人たちがなんか、配ってたんですよ。一人一人に。それで、任意じゃなくても強制で、全員回ってたんで、自分も回ったんですけど、ちょっとした諸事情で、自分のことを初期じゃねえな。2年ぐらい前のから知ってる方でしたら、わかると思うんですけど、成人式ちょっとやらかしてしまって、で、成人式のその時にやってなかったんですけど、それで、あやふやになっちゃって、この本もあったことも忘れてて、たまたま昨日見つけたんで、これ面白そうだなと思ったんで、この本の、動画を撮ろうかなと思ったんで、はい。今、撮影してますね。はい。で、本、中見てないんですよ、全然。で、今、見開きっていうか、なんか、目次かな、ここ。この、表紙の裏って言ったらいいんですかね。書いてあったんで、読みます。世の中、勇気など、勇気のない人間が多すぎる、丸。失敗することを恐れるな、丸。何事も成し遂げることなく一生を過ごすことを恐れよ。丸。前が清りって書いてますね。こんな感じに。ざっとこんな感じに。はい。で、中見たら前書きで、世の中勇気のない人間が多すぎる。ミスを恐れる人間ばかり、大量に送り出してきた。学校教育は合格点にはほど遠い。失敗することを恐れるな。挫折なんか青春の勲章だ。それから何かをつかみ取るのだ。志さえ本物であれば、熱血火のごとく 生きることはできるはずだ。ハングリー精神を持ってチャレンジし続けることだ。常に高みを求め続ける精神が人間を成長させるのだ。死ぬことを恐れるな。むしろ何事を成し遂げることなく一生を過ごすことを恐れよ。日々の言い訳を戒め、一歩も前進さす、前進せざる自分を叱れ。知、仁、勇が揃って初めて徳が完成するのだ。2008年12月、幸福と科学総裁。大川隆法って書いてありますね。ありがたいお言葉ですね。ありがたいお言葉ですね。はい。ちょっとありがたいですね。これちょっと突っ込むところが、死ぬことを恐れるなって言ってるんですけど、死んじゃったら何もできないですからね。はい。人間生きて命あってこそ、何かができるわけであって、何か死んじゃったらもう、無ですからね。無になりますからね。はい。これちょっとおかしいですね。はい。ちょっと重く白くて笑っちゃいましたね。はい。ざっと、読んできた文章は。これ買ってんだよ。これ、めんどくさい。文章はちょっと多いんで、これ、めんどくさいっす。正直。で、これは映るかな、ちゃんと。こんな感じ書いてあります。ってな感じで、
なんか見るの、勇気の目次、目次でなんか、この前書きでなんか、見る気なくなっちゃいましたね。まあ、ざっと一章が、友情と勇気について。二章、挫折に耐える力を。第三章、ハングリー精神を失うな。第四章、熱血、火のごとくあれ。第五章、真実の人生を生ききれ。だそうです。はい。で、まあ、ざっとこんな感じで、勇気と、友情と勇気について、人に流されない勇気を持つのと、持つと道は開けてくるって書いてありますね。完全洗脳っすね。こういうのに引っかかっちゃう、オカルトじゃねえや。カルト、協会って言ったりとかね。こういうのに引っかかっちゃう人の気持ちはよくわかんないですね、自分は。はい。結構自分も人に流されやすいんですよ。まあ、自分で言うのもなんですけど。なんですけど、絶対こういった他にも、まあ、大手で言ったら、まあ、S 学会、なんだ、T 教、T イズの、T イズ協会、あとなんだっけな、結構、いろんなのあるんですけど、自分が知る限りだと、あと、まあ、母体が S 学会の、オウム真理教、今、アレフとかなんか、よくわかんないですけど、あ、言っちゃった。まあ、まあ、そこは、まあ、P ということで、まあ、こっちは、まあ、編集できないんで、ウェブカメなんで、まあ、編集なしで、ノ編集で、まあ、そんな感じの、まあ、パナウェーブの、なんだっけな、あれ。パナウェーブ研究所の、なんだっけな、あれ。まあ、そういったのがあったんですけど、まあ、それはともかく、まあ、一章だけ読んでみますね。長続きする友情、壊れやすい友情の違いはどこにあるか。本章では、友情と勇気についてというテーマで学生や青年向けに述べていきますが、若い人たちに限らず人生を生きる上での大切な心構えとして参考になる話をしたいと思います。私は若い人に向け、勉強は大事である、将来のための投資として若いうちにしっかりと勉強しておきなさいという教わりは教えは割合多く解いているのですが、若い時に人間関係をどのように築いていけばいいのか、良いのかということについて、まだ十分には解いてませんでした。結構つまんですよね、自分、こういうの読んでると。はい。創作で、まあ、自分で考えた文章とかあったらいいんですけど、まあ、初ですし、まあ、そこら辺はご了承ください。聞き取りづらいと思うんですけど。それでは、若いうちに、これは、あ、ここがですね。それでは、若い時に、どのように人間関係を結んでいけばよいのでしょうか。私が青年の皆さんに述べていきたいことは、友情というものは、ある程度自立した人間同士が付き合う時にうまく成立しやすいということです。皆さんはベタベタした関係が友情だと思うかもしれませんが、意外にその通りはないのです。あまりにベタベタと密着しすぎる関係はいい時もあるのですが、後で喧嘩になったり別れる結果になったりすることが多いのです。適切な友情を育み長く付き合っていくためには、ある程度一人が自立している必要があります。自分が個人として一人でも十分に生きていけるような人間である場合には、友情を結びやすいわけです。また友情を結ばいても、そういった自立した人間である方が良いのです。それぞれが一人でも十分に生きていけるような人間であってこそ、適切な友情関係が成り立ち、長続きしやすいわけです。しかし、一方が他方を全面的に援助しすぎればならないという関係や、欲得が絡んで強烈に密着した関係などはとても壊れやすいのです。まあ、まさに自分のところですね。
ベタベタしたその宗教でお金で、はい、これ何言ってんのかな、これブーメランっすね。もう ここそれちょっともうやばいっすもんね。はい、まあぶっちゃけこの本後ろのページ見たんですけど1800円で書いてあるんですね。プラス税って書いてあるんで、こんな風に書いてあるんですよ。これ高すぎでしょ、いくらなんでも。はい、これ本当に文章が内容がないですよ、本当。これこれも挑戦系ですよね。なんかその大川隆法っていう人の、ま、画像じゃねえな、なんか表紙に書いてあったんですけど、その人のこんな顔してみたいです。こんな顔みたいですね。なんか誰だっけ、なんかあのどんな時もとか、もう恋なんてしないなんて言わないよ、言わないか、言わないよ絶対じゃねえよとかの牧原紀之氏になんか若干似てて、若干こっち系かなと思いますね。こっち系かと、はい、まあ分かる方だったら分かると思うんですよ、まあ、こっち系かなと思いましたね、この人。ちょっと今調べてみますね。ちょっと待って、流行出る、ウィキペディア見たら早いのか。確実なソースはないんで、ちょっと今まで言ってきたことちょっと撤回するかもしれないですね。今ちょっとソース見てるんですけど、ネットの情報もあんまり当てにならないですけど、ちょっと半々ですね。はい、わかんないですね。ちょっとどっちなのこの人、ウィキペディアはそういう感じのこと書いてあるんですけど、まあでもカルト宗教ってことは間違いないですね。はい、まああくまで洗脳してって感じですね、ここも。はい、まあよくあれ悪くあれ、まあ関わらないことが一番いいですね、こういう感じのものは。はい、関わるとろくなことないんで、まあなるべくだったら関わらない方がいいんじゃないですかね。はい、でもなんか真ん中の方に入ってたんですけど、なんだこれ、なんか2009年すごいっすね。あー、こんなので調査なれるんだ。デート対話、天国と地獄、ボディジャック、やばそうなタイトル、ちょっと志は品薄、投稿を解決する50のアドバイス。
とどの辺が面白そうかな。面白くないっすね。もうちょっと面白いもんだと思ったんですけど、ちょっとあんまり面白くなかったっすね。はい。志。これをブックオフなど、神田書店とか、もうそういった本の買い取りとかをしてる本屋に売りに行こうかなと思うんですけど、これいくらぐらい売れますかね？これいくら売れますかね？なんか、なんかね、こんな感じの文章が続いてて、これが何ページだ？237ページ。じゃあ239ページですね。まで書いてあって、1800円プラス税って書いてありますね。大川隆法って書いてありますね。2009年1月1日って書いてありますね。なんかこの本の初版第1回目の、まあ、この、なんつったんですかね。知ったっていうか、出たのは。どうだ、自分が高2ですね。まだ。高2の時に、なんか出たみたいです。まあ、自分はこういったの、普通の、ラノベとかそういうのを見ないのに、こんな本なんか読むわけないですよね。はい。まあ、本とか基本、読まないんで、ちょっと頭悪いんですけど、まあ、こういったのは特に毛嫌いしますね、自分は。はい。他にもいろいろあると思うんですけど、こういった感じの。まあ、できれば 燃やしたかったんですけど、燃やすと家が危ないんで、まあ、ちゃんと、まあ、ライター、ちょっと待ってくださいね。ライター、この通りあるんですよ。まあ、タバコはやめたって言ってるんですけど、この通り燃やせるんですけど、こうやって燃やせるんですけど、こうやって燃やせるっちゃ燃やせるんですけど、家が火事になったりしたら、もう癪に障るんで、こういったもんで。まあ、それは、まあ、なしということで。はい。まあ、でも、こんな感じの本が、発掘されましたよという報告ですね。はい。こういった本が、配られてましたね。まあ、皆さんのところはどうでしたかね。まあ、皆さんのところはわかんないんですけど、まあ、自分のところ、これはもう2年ぐらい前になっちゃうのかな。はい。自分は2012年の1月9日か、成人式だったんで、まあ、約、まあ、1年、何ヶ月ぶりだろう。何ヶ月ぶりだろうかな。何ヶ月ぶりだ。だろうな。まあ、約2年、1年半以上は過ぎてますね。はい。もうそれで、まあ、発見したんで、まあ面白いかなと思ったんですけど、まあ、そう面白くならなかったですね。はい。この本多分調べれば、まあ、動画にあると思うんですよね、YouTube にも。ちょっと今見てみますね、YouTube で。YouTube、勇気の方。ちょっと今調べてみますね。あった、あった、あった、あった。CM もあるみたいですね、なんか。勇気の方で調べると。再生回数ちょっとやばいっすよ。3年前のやつで、1341回。で、4年前ので、1272回。で、
4年前がこれも。書店のおすすめの一冊っていうので、再生回数が1165回みたいですね。少ないっすね、ちょっと。はい。これは、ひどいな。これ、YouTuber、日本一の YouTuber の人の再生数よりもやばいっすね。はい。全然ですね。僕の仕事は YouTube とか。普通は、すごいな。YouTube で小さく稼ぐとか。再生数は全然違いますね。一桁違いますね。やばいっすね、これは。これ、まあ、それで、YouTube で、小さく稼ぐという本で、有名な、メグウィン氏の本で550円なしですよ。売るときに。それなんで、これっていくらなんのって話ですよね。はい。で、ヒカキン氏の、僕の仕事は YouTube で30円とかなんか見たんですけど、50円、30円とか、まあ、そんなものの値段だったんで、これ、買い取りの値段つかないんじゃないですかね。はい。人気 YouTuber の動画で、じゃ動画じゃねえよ、調査で、でか、著で、著書か、著書で、まあ、そんだけの値段しかつかないってことは、もっと有名じゃない、これは、金にならないじゃないですかね。はい。まあ、欲しいという方は、ちょっと、あげたいと思うんで はい。差し上げます。これを。はい。ただで差し上げます。でか、むしろ回ってください。こういうの。こういうの欲しくないんで。なんかしっくりこなかったっすね。もうちょっと内容面白いかなと思ったんですけど、もう第一章でもういいやって感じになっちゃったんで、もうダメっすね、これ。腹は、普通になんかもう、参考になることもないっすね。確か統一教会は、なんか、統一教会も駅前とかで配ってたらしくて、こういった本を、著書、自分のところの、その著書もらって、なんか、感想を、まあ、報告してくださいみたいになんか、この折り込みみたいのがあって、まあ、ページの真ん中ぐらいに。で、連絡したら、なんか、ぜひ、事務所って言ったらいいのかな、来てくださいみたいになるみたいですね。はい。まあ、そういった感じとはちょっと違うんで。はい。そうですね。まとめですね。もう、こんなダラダラやってても仕方ないんで。まあ、まとめで言います。この本の価値は、たらららららら。1点でもう、限りなくゼロに近い1点ですね。まあ、もうその1点という価値は、まあ、簡単に言うと、この、紙の価値とインクの、この、印刷のインクって結構高いじゃないですか。それの価値ですね。はい。あと、もしくは、これを燃料っていうか、焚き火の、まあ、家庭って言ったらいいんですかね。もう使えるんで、まあ、それくらいの価値はあるだろうということで、1点をつけさせていただきました。では、以上。さようなら。はい。